わさのくんわさのくん <laughs> <laughs> 俺俺のことそれ俺のこと誰に,誰に言うてんのわさのくん マハローえ俺に言ってるあ、じゃあ他に誰がおんねんいやで一人やじゃあざス、じゃ人違いですそれあ、ほんまあ、すいませんすいません、ほなほなみなさんまさこラさっさっさーいや終わって本当終わってたすごい、最速やぞ一番短いオーの BGM 終わってないからちょっとさっきに嬉しかったこと言っていい 嬉しかったことうん、ダンか。1分ぐらいで終わんねんけど。はい。はい、まあ、昨日さ、今日や、はい、今日からや、緊急事態宣言なったやんか。ああ、そうですね、えーやろ。今日の0時からなったんやろ。ほんで、まあもううち、う,まあうん、うち昨日、もうなる寸前にな。うん、う緊急事態宣言なるわ、思ってな。うん。まあちょっとツイートしたのよ。ダンスとともに。うんうんうん。 なそのや約5秒ぐらいのダンスを見てな、うん、56秒後ぐらいにな <laughs> <laughs> みんなこれ見てめっちゃおもろいわってな引用リツイートした人がおんねん、うん、誰やと思う56秒はすごいねびっくりしたであ反応早い1 5秒あるってことは50秒以内に、ね、そ,そうそうそう50 もう見た時に56秒 <laughs> 1分経ってなくよく引用リツイートで文字打てたなっていう速度で反応してくれた人がいるのよ。えでどえなんてごめんどういう文面やったってあその人がうん。みんなこれ見てめっちゃ面白いわ <laughs>。<laughs> <laughs> うちの5秒ダンスめっちゃ面白いわってことは、まあ、一応褒めてはいる。 見てすぐおもろよもて引用リツイートして566秒でうちに届いてきたわけや褒めて。褒めてくれるようなあの人ってことよね。いやそれが意外やったからうちは嬉しかったんですよ。あそうなんや。うん、そもそも SNS でカラカラマン氏ショーも知ってるし。ああそうのうん嬉しかったな。ええー。それだけで。ああなんやろう誰やろう。う 当たらんやろか、言おうか。当たらんねや。うん。当たゃあねや。5分後ぐらいに当たると思うで。じゃあ言って当たらんねやった。ロデム。おー。久しぶり。5分後 ?4 分後には当たるわ。あ、いやいや、変わらん、そんなにそんなに変わらん。あ、ロデムね。そうそう。まあ、直近の嬉しいことで言ったらそれやな。で、ちゃうねやそれまあ、ちょっと聞いてほしかっただけやねんけどな、それは。 今日はね、志麻さん。<laughs> 今日はね。ああ、なんか、じゃ、ローデムのこと気になっちゃうわ。気になるやろ、ね、こん、こんなん好きやっけ。久々やし。うん。五、うん、秒の、うちの、気持ち悪い動きを一 <laughs> 分で引用リツイートするほど脆いと思ってくれる人やったっけと思って。すごい。よく寝れた。<laughs> よかったね。うん、よかったです。ほんまに。 はいごめんなん本題、今日は本題に入ろうとしてた。うん、今日はね。あ、あの、自己紹介をくれました、ショーンです。えっと、はい、えワサノの相方、ギュンです。いやいや、ワサノじゃないって今、ショーン言うたんや。いやいや、ワサコレイディをやってねんから、その時ぐらいワサノ子になってよ。じゃあ、君はなんだうちは、うちはギュンの。え?ギュンの。ギュンの、ギュンのギュン。ギュンのギュンのギュンお前や。 こんなくだらんことにまた時間使いとうねほんまにそれやで <laughs> ちゃんとちゃんといろいろあんのに今日はねはいあのショーンさんに質問のコーナーかっこ勝手に、はあ、そう、うん、何も聞いてないですよ、うん、そうだろ何も言ってないもん <laughs> 突然です、うん、うちここあの今ラジオ始める二三分前に英語の紙出して、はあ ショーンさんになんか聞こうと思って書き出したんやけどもうほんまにその23分の間にめちゃくちゃ出てきてあこれうちでもこんだけショーンに疑問が出てくるってことはみんなめっちゃ気になるやろなと思ってああなるほどね些細なことよ全部うん、うん、まあちょっといいですか順番にあもちろん気軽に気軽に答えてってくださいね全然即、はい、答でも掘り下げても全然いいのでね、はい、じゃあまず一つ目 パレマン何うのえー、わさのくのどっ,<え>どっからなったん、えー、じゃあ横にボタンあるんや。<laughs> はい、第1問。<laughs> 1> パレマン第1問ってクイズみたいにすんな <laughs>。<laughs> えー、ション・わさの君の一番好きなアーティストは誰でしょうか一番はちょっと決められないですね。まあ今最近の気になるアーティストは誰ですか最近気になるアーティスト 最近気になるアーティストか。そうね、最近気になるアーティストにあー、パッと出たのはコジコジかな。うん。いいですよね、コジコジ。誰うん。誰ですかコジコジさんを紹介してみてください、ちょっと。コジコジはコジコジですよ。うちもちぃまる子ちゃんのコジコジしか知らへん。みんな知ってるでしょ、あ、ほな、ほなあのコジコジか。うん。あの、ドラえもんもどきの。 知らん人はローマ字で、あ、ローマ字かいな。K.O. コジコジって調べてください。K.O. めっちゃいいから。K.O.J.R. どういう人ですか？日本人ですか？<laughs> 日本人です。日本人。日本人。どんな、バンドですかこれ？<laughs> あ、うん、一人。あ、一人なの？何をしてる人？ラッパ？なんかなあ、あ、そうそう。え、うち絶対好きやんラッ。 パーじゃないねんけど、うん、なんか、ゆる、ゆるヒップホップみたいな感じのこと。もううちやん。うちやん。うちってことやな。そのバックの音は、うん、その、いわゆるヒップホップみたいな、重いビートじゃなくて、うんうん、もうなんかもうかわいらしいポップな。うん えっと、バックトラックとかなんかローファイな感じの、えー、ちょっとあえてこうなんか濁した感じの音で好好ききやってて本当にゆるいリリ、えー、ずっと聴いてれるね。リリックを

バーチャル YouTuber も入れていいんですかあ入れていいよ。じゃあやっぱあのシスターズですかそうなるとオメシスになって。ああなるほど。オメガシスターズ。やっぱり揺るがないですね。オメガシスターズ。いやでもちゃうんすよ。最近思ったのがやっぱり「キズナ愛」はすごいなっていう。「キズナ愛」ごめんな知らんことばっかりで。視聴者の気持ちで聞いてる今。いやキズナ愛は知ってる人いると思う。あほんまに キズナアイこ,れこれは,これはオメガバーチャルユーチューバーのカテゴリーの中で一番有名な人、うんえー、なるほどオメガさんとは無関係いや関係あるけどあー関係あるんやオメガシスターズはチャンネル登録者数でいうとうん、うん、まあまあ多分50万もいってないと思うんやけどキズナ愛さんがすごいとは 万人かなおおすごいね、VTuber で。万人近く、すごいね。とトップ YouTuber なのよ。<ー> YouTuber としてももう。すごいわ。でもちろん<え>、バーチャル YouTuber の中で一番おーおー。おおキスナイさん。<見>これちょっと気になりますね。オメガさんは見たことあるけど、キスナイさんは。こないだ、うちの知り合いの若いお子が、あ,<ー>あのー、 ごめんほんまにごめんやけど VTuber の名前がちょっと分からへんねんけど、うん、VTuber がすごいでっかいところでライブするっていうのを見に行ってた子がいてすんげ VTuber どうやってライブすんやろうって思ってて、うん、やっぱファンがすごいんよね。でもさ初音ミクのライブとかももう何年も前からやってるわけやん。うん、それって人実際にいるの 初音ミクはいないですいないよね。じゃあ誰が。初音ミクはもう完全にいないね。その人その日の主人初音ミクでしょ。う人としての。初音ミクを作った人はいるわけやんな。いや初音ミクが主人公やん。ああ、怖い。分からへん分からへん。分からへん, <laughs> からへん世界や。何言ってんの勉強不足。えは初音ミクをみんな見に行ってんねんから。初音ミクってでも VTuber でしょ 違うよ。んえ、初音ミクを知らない君るボーカロイドやろボーカロイド、そうそう。それ、人物としてい,いないよね。ああ、そう。そうよ。そうやんな。歌だけ弾きに行ってんの。完全に初音ミクっていう商品で。ああ ごめん初音ミクの方が難しい正直バーチャルユーチューバー r やるしバーチャルね。ユーチューバーははっきり人がやってるって分かるやな初音ミクはちょっとまたちょっとやめてくださいちょっとあれ概念やから概念やからちょっとね難易度高いけどそうバーチャルユーチューバーはそうねまあその技術的には初音ミクがライブしてたのと同じような感じで ライブはしてるねなるほどね。で、翔子さん、それ行ったことあるんですかライブライブはない。行きたいと思います、ね、うーん。まあ、興味はあるかな,ぐらいかな。なるほどね。うんうん、なるほど。まあ行ったら行ったら楽しいのは間違いないど、ねなるほどね。じゃあ、ちょっと絆愛さんを私はちょっと見てみますね。う,うん、絆愛はすごい、うん。よし、次行きますよ。どうですか いい時間ですけど <laughs> まだまだあんねん。<laughs> <laughs> 大丈夫ですか大丈夫です。えっと、第3問。ええー、ショーンさん、ボイラー・リクガメの曲の中で一番好きな曲は何ですかまた難しいですね、それは。それめちゃくちゃ難しい質問じゃないですか。そう こういうので言ったらこれやけどみたいな答え方でもいいしね。えごめん逆に聞いちゃうけど、まあ,あそれはあなたあるの、うんうん、こういう質問のために用意してるみたいなっていうことでしょうね。ないない言いないけど考えたら多分あるかもしれん。ああそうなんや。考えたらあるかもしれん。でもうちの場合やけど <laughs>、うん、あの絶対にいつも新曲やから一番好きなのは。 あうん、だから最近作った曲あでもそれ「ボイラーリクエン曲じゃないもんなそれで言ったら「スペーシー兵」かって言われたらそうでもないからね難しいねなんかすごい感覚的には、うん、あの全部好きやと思ってるし、うん、うちも全部。 別に好きじゃないと思ってるというか。あなんかわかるよ、ションさん。それなんかそういう感じかもうなよね。もうそうなのよ。家族なんよ、曲はもう。あーうん、そうそうそう,そう、うん。もう家族なのよ恋。恋してないのよ、もう家族なったから。<laughs> 新曲に恋してるのよね、私はだから、<laughs> そ<う>いつも。うん好き って感じにはならへん、うん、だから例えばやけどうちやったらそのどの歌詞が一番こうですかとかめっちゃ具体的に聞か,聞かれないと答えられへんね。ああうんそうそう<番>でもほんとそんな感じ。うんそうやんな。うん、じゃあメロディーが好きな曲と歌詞が好きな曲をお聞かせください。メロディーこのメロディーが個人的に好きだなと爬虫類バサのテーマね。わかります爬虫類バサのテーマは ほんとねあれもう後半メロディーで押していってるのよそうやねほんまにそう、うん、あんな変な構成やのに、うん、それを感じさせないメロディーっていうのはなかなかできるもんじゃないなうん、うんうん、エモいもんねあれうんなるほどじゃあ歌詞は歌詞かー歌詞か,ー歌詞かー 歌詞はむずいですね。歌詞はな歌詞の方が正直ジャンルが多いじゃないですか。うーん。いや、そうなのよ。小説的なのもあったり、感情的なのもあったり。ちょっと幅広すぎて。幅が広すぎるね。<laughs> でも、ショーンの好み、好みみたいなのも現れるんじゃないの普段聴いてるのとか。 元そもそも困難が好きだ<ー>からボイラーの中ではまあこういうことになるのかなみたいなとかってあるんじゃないの俺でもそれで言ったらギュンのソロ曲の方が好きなん多いかもしれない、うん、ああそ,それ歌詞の話うんあほんま例えば全然ピンとこない、うん、だからそんだから歌詞がんかそんだからやんそうリリックなのようん、うんうんうん、ソロの方が、うん、はい えごめん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 リリックと歌詞の違いは <laughs> 一緒やねんけどごめん、うん、あのー、なんていうのやろな曲があって、うん、でちゃんとそこに作品としてメロディーをのせ歌詞をそれに合わせて考えすごいわかるじゃなね。で、あっじゃあないんかい 分 <laughs> かってる感じ。うちじゃなくて、うん、なんていうやろ。別になんかあの気張らずに、あそうだただ言葉を並べてるってい、うん、ああそうそう。あすっごい。本当そう。そ,うその感じがソロの方が、うん、もう昔からそのた、うん、つだっこりとかでやってた時から。あ確かに確かに。うん。本当にそう。 うん、そ,うそう思いますなるほどねーなんか「ボイラー」なんかボイラーの曲ってそのやっぱりこうすっごいオフィシャルに向けてっていう意識もあるからと思うんやけどメロディーを100%作って歌詞も100%作って合わせて100%一心同体にさしてっていう流れで作ってんやけどミューンに関してはもう同時で。 そこ,にかそこでフィーリングで生んだメロディーと歌詞っていうのはもう動かないのね。うん。うん。だから、そういうことか。まあ全然違うものではある。うん、うん。そこにうちメロディーめっちゃいいやろっていう気持ちもないし、歌詞めっちゃいいやろって気持ちもないのよね、うん、ソ,ロソロは。ストレートに生んだものだから。うん、え、じゃあごめん、ちょっと聞いていいギューンの曲で一番好きな曲何、はい わあそれはまたむずいなあ。まあ、ショーンさんはレコーディングしてくれたからなあ。まあ、もうそれ以外の曲知ってるかどうかわからんけど。割と推し曲はレコーディングでてきたいあ。むずいな、まあ。うちいまだに生きる。ポリスメン。ポリスメン。好きやけど。<laughs> すっごいとこ行くね。ミーハーなファンみたいなこと言うな。<laughs> いや、ポリスメン好きと。昔すごい。うんそうね、昔。ああ やばいいなって俺すごい思ってて俺すご思たから確から確に昔の方がほんまに、うん、そうね。ここで言われへんセリフで終わってたしなこの曲。ああんかそうそういやそうだね。いやー難しいなあ、ね。あとさまあ、まあ、ショーンさ、はい、うちがなんかもう、うん、ものすごく適当に作って今,今はもはや存在してないあの曲があるんやけど。 新今宮の駅でトマトかじってあ,<ー>あのそうそうス,スーツに、それもそれも入れていいならそれがいい、ね。いやそれも理解できひんねん。よく <laughs> 覚えてたね。覚えてもないよ。それ,それずっと言ってんなって覚えてて。<laughs> 新今宮のホームでーみたいなマジでもう雑に作ったあのよくあのリトルキングタクヤが即興で歌うぐらいの感じでできた曲。<laughs> メロディーも何気ない。今あったんですこんなことがっていう曲をずっと そ言ってくれるのがもうほんまにちょっととかみどころがないなショーンのなんかだから今回改めて聞こうと思ったんやけど、うん、なんかそう衝撃衝撃やった、ねあ,まあまあなるほど衝撃が強いんですね出会いの出会った衝撃みたいな、うん、なるほどそれですねありがとうございました参考になりました、はい、あもうやばい、はい、えマジでもうこんな時間やまだまだありましたけど、はい、また次回はいわかりましたまだまだありましたから半分も行って <music> じゃ、はい、みさてほなみなさん <laughs> バサコラさささ。<laughs>